ジョン・ディミトリ・ネグロ・ポンテは、アメリカ合衆国の政治家、外交官。初代アメリカ合衆国国家情報長官。第15代アメリカ合衆国国務副長官。ロンドン生まれ。両親はギリシア系で、父親は海運会社を経営していた。ニコラス・ネグロ・ポンテは弟にあたる。ニューヨークなどで育ち、1960年、イエール大学人文学部卒業後。 ハーバードロースクールで学ぶ。大学の同期生には、後の CIA 長官となるポーター・ジェイゴスがいる。フランス語、ギリシャ語、スペイン語、ベトナム語を返す。国務省に入省後、在外では、サイゴン、エクアドル、ギリシャに在勤。サイゴン時代に、ヘンリー・キッシンジャーから注目を引き、ニクソン政権では、国家安全保障会議のスタッフを務めた。ロナルド・レーガン政権下では、 ホンジュラスの大使に任命された。当時のホンジュラスは中央アメリカにおける親社会主義政権や反政府ゲリラ組織との戦いの砦であった。彼はニカラグア内戦を戦う反政府傭兵組織のコントラやエルサルバドル政府軍、グアテマラ政府軍に対する合衆国からの武器や資金提供に関与したが政府軍や市の部隊による 組織的犯罪的行為には目を閉ざした。ホンジュラスからの帰国後、ネグロポンテは海洋、国際環境及び科学問題担当時間保、国家安全保障問題担当大統領、副補佐官を歴任し、メキシコ及びフィリピン大使に任命された。その後、1997年から2001年の間ニューヨークのマグロー社の副社長を務めた。 コリン・パウエルのおかげで正解に復帰し、2001年9月18日、国連大使に任命された。ここで彼には、アフガニスタン及びイラクに対する戦争の必要性を国連加盟国に納得させるという課題が課せられた。彼はこれをうまくこなし、2004年6月28日にイラク大使に任命された。トム・キーン元ニュージャージー州知事が委員長を務めた旧、 十一委員会が国家情報長官職を新設するよう勧告すると、ブッシュ大統領はこれに応じて二千五年二月十七日にネグロポンテを初代国家情報長官に任命した。四月二十一日に上院は九十八対二で彼を承認した。二千七年一月、中東政策の変化と関連して国家情報長官を退任し、二千六年六月の ロバート税リック体任後空席のままだった国務副長官に就任した対外関係会議とアメリカ外交アカデミーの会員である過去米普通財団の議長だったありがとうございます